はい、皆さんこんにちは、マンダリグリフィッシュです。では今回インペラトルローマ続きをやっていきましょう。前回戦争が終わって、内政の方にまた力を入れなきゃいけない、特にね人的支援が全くないという状況なので、これを改善していきたいなというふうに思います。では時間を進めていきましょう。飛び地になってしまっている土地をねどう管理するかというのも大きな課題にはなるんですが、それ以上に人的支援が今364人ですからね、この少なさをなんとかしないとちょっと厳しいかなというとこですよね。で、まあ軍は撤収をしなきゃいけないので急いで撤収させましょう。まあ、相変わらずね、敵国の王は捕らえたままなんで、このまま敵国の王を手中に、我が手中に置いておきます。まあ、なんといっても敵国の王さえ持っていれば、なんか戦争が再び起きた時の有効な外交カードとして使えますからね。それにしてもこの飛び地にね兵力を展開しているのがちょっともったいないですよね。使い道がないという点において。で、本国の方はというと、まあ、1万2000の軍勢と7000の傭兵がいるという状態なので、これらを使ってね本国の防衛、はしっかり行っていきたいかなというふうに思います。まあ、占領した新たな領土に関しては争いの火種になる可能性が極めて高いので、あと補給の限界点とかを確認しつつね、展開できる軍の数も見定めていきましょう。まあ、いかんせんまだ手探りでプレイをしているというところではあるのでね、ちょっといろいろアドバイスはいただきたいところなんですが、よし、これで一旦軍の撤収は完了したかな。まあ本当は本国に戻したいんですけど、本国に戻せない以上はここで一旦撤収完了としましょう。あとは他の国境、特に南だよね。南の国境が、まあ、それなりに危ないというか、厳しいので、こういったところに要塞を建てて、まあ、敵の侵攻に備えましょう。敵の進行ルートに当たる場所、そこには要塞を建てて、まあ、金を使って要塞を建てて、まあ、敵の進行に備えるというところですかね。まあ、要塞はねさらに強化をしていきましょう。要塞レベル1ではなく2、3と増やしていく。まあ、だから本当にこの要塞でね敵を迎え撃つ、そのためにお金と人的資源はいくらあっても足りない。比較的お金には恵まれているので、あとはまあいかに人的資源、戦争で失った人的資源をまあ早め早めにまあ、回復せしめていくかというところになりますよね。いや、ほんとここに展開してる4万から5万、5万近い軍勢だね。この5万の軍勢を戻したい。けど戻せない。で、合ってる？
結局敵国というか自国の陣営の人間じゃない、自分の陣地じゃないところが混ざってるので戻れないんだよね。この9戦を戻そうとしても、そこが本当に歯がゆい。そしたら南の方の要塞化状況を確認していきます。要塞が完成したら、まあ、一旦安心して見ていられるかなとは思いますので、いまだにね、ちょっとこのインペラトルローマに関して言うと、たまに、オン、BGM って言った方がいいのかな？ BGM がちょっと乱れるんですよね、やや。さあ、じゃあ軍勢はここに入れましょう。ここは、1万8000の軍を補給として支えられる場所になっているようなので。人的資源を爆発的に増やす方法っていうのがあればいいんですけど、やっぱり人口を地道にちょこ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 、まあ、増やしていくしかないかなと思うんで、さあそしたらここで発明ができるな。どうする？一つずつ確認していきましょうか。まずは、ここのフストファーリウムに関して言うと、重砲兵の規律だから、まあ、いきなり意味がないというか、重砲兵をあまり持っていない以上は、まあ、使えないんですよね。どうしようかね。統治研究速度プラス 5%、まあ、これが無難なのかな。外交担当新官、侵略的拡大の上昇を抑えられ、これも美味しいよね。これにしましょう。さあこれでまたあの研究のね、発明ポイントが貯まるまで我慢しましょう。であとはちょっと一旦時間を止めて人材を確認して、まあこちらに対してあまりいい感情を持っていない忠誠心の低い人間を金で買収していこう。どうする？賄賂を送ってもいいし、腐敗を得る、忠誠20を得る、賄賂だな。賄賂をじゃんじゃか送って、とにかく反抗しそうな人物の種を摘み取る。そっからだな。女子は一旦置いておいて、男子だ。手当の給付。金がなあればこれやってもいいんだけど、まあ賄賂。賄賂。賄賂だな。賄賂しかないわ。ただ、なんか全体的に高齢化してる人物が、こちらに対して反抗的な態度を示しているような感じがするね。研究者、友人作りとかってどういうこと？友人になろうとしてるわけ？でもさ、もう一度馬が合わないって思った人と友人になるって結構至難の業ですよね。小学生とか中学生ぐらいだとそれも可能だと思うんですけど、もうまあ、我々ぐらいの36、まあ僕36なんですけどね、今36歳とかになると結構厳しいですよね。
しかもこのラジットは我が息子か。違う。我が兄弟。ラジット。君に結婚相手を用意しよう。何歳の人、子がいい？54歳のマジットさんを君に捧げよう。これで果たして、こやつは、OK を出してくれるんだろうか。これでね、忠誠度が上がるとは、到底思えない悪魔の所業を今してしまいましたけど、上級将軍とかこれ反抗されたらきついよな、賄賂送る。ただ、賄賂送りすぎ、一度に賄賂送りすぎて、なんか目につくのもね、微妙なんで、一旦これくらいにしますか？さあ、では時間を進めていきまーす。またねー。とにかく何があったとしても、エジプトっていう国を守らなきゃいけないので。さて、闇夜に紛れる影ということで何が起きたかというと、何かをやろうとしたわけだけど、何をやろうとしたのかわからないな。まずは、圧政500を、圧政5を得るか、茶番は折りだにして、名声を失うか。王の姉妹。兄弟ってことだよね。茶番は終わりにして、名声を失うか。圧政5を手に入れちゃうか。ここは、宿敵関係を解消しよう。仲直りしよう。で、新しく誰か人を入れましょう。トーチ。16歳にして研究職。素晴らしい。みんな等しく金を好む。そりゃそうだ。金欲しいもん。友を作る。あらゆる方、あ、そうだ。このマジットに関しては、友人作りを推し進めましたもんね。で、金を払って友人になろうというわけだな。まあ、上から見ていくと、マジットに250。個人資産から250か。そこそこ親しくなる。そこそこ親しくなるってどういうことなんだろう。まあ、とりあえずそこそこ親しくなろう。金100を払って。お金もそうなんだけどな。人的資源が全然増えてこないからね。人的資源をなんかうまく増やす、まあそういう算段をつけていきたいんだけどな。なんかうまく人的資源を増やすセオリーがあれば早速でも実行したいぐらいですね。まあ、国力をつけるっていう意味で言うと、まあ、5万の軍勢を、まあ、常備軍として抱えているので、まあ、そこまで悪くはないかなとは思うんですけど、また病気を得たのか。戦士の栄光。どうする？忠誠今失いたくないよな。ただ活躍に見合うだけの報酬を与えるとすると、まあ、忠誠獲得率は上がるものの、どうだろう。まあ、一旦ただ報酬を与えて、内戦とか内紛とかクーデターとかそういうリスクを抑えていきましょうか。さあ刑事が来たね。さて、どうする？
今人的資源が欲しいので国の人口増加、これにしましょう。ちょっとでも人が欲しい。で、遣唐使、オリンピアの話かな。ちょっとこれは興味深いので見ていきますか。これまで無名だった遣唐使が近頃戦技場で大きな注目を集めていて、並外れた見せ物を見ようと大勢の観客が押し寄せていると。いい席のチケットを用意すれば、おお、友人作りの一環か。いやー、いいよ。全然いいよ。少し親しくなろう。こうやって友人作りを、金で友人を買おう。我が盟友となってくれるかもしれない。金で買った盟友。これこそまさにオリンピックの話だな。ちなみに僕の大好きなタイとかシンガポールとかこっちの方まであるのかというとないね。インドまでしかないね。まあ、拡張パックとかでもしかしたら出てくるかもしれないですけど。さて、ここでまた金だな。金で友人を買おう。どうなんでしょうね。僕が中学生とか高校生、まあ、小学生は本当にバカみたいにしてただけなんで特に人間関係でどうのこうのっていうのはなかったですけど、まあ、高校中学ってまあそのみんなの人気者になろうみたいなそういう器でもないしそういう発想もなかったので、お、友人関係になった、やった今金で友人関係を買いましたけど、結構そんなに友達がむちゃく、まあ多い方ではなかったと思うんですよね。まあ、それこそミカミックスとかね、今でも付き合いがありますけど。ちょっと待ってね。今、なんか戦争が起きてるように見えるけど。これは移住集団。つまり、一騎勢みたいなもんだな。一騎勢との戦争が起きてる。まあ、こちらに飛び石とこなければ一旦放置だな。ただそういう考えは別に高校、大学、あとまあ会社含めて変わらないですよね。まあ、でも、ね、みんなの人気者みたいな人も当然いたわけで、ちょっとそういう、ね、みんなの人気者と仲良くなる機会っていうのは、まあそんなにないんですけど、友達を金で買うっていう発想はだからちょっとないですけどね。戦争がまた起きるとしたらどこと起きる可能性があるかっていうのをちょっと外交画面で確認しておきましょう。まず隣国を中心に見ると、いや、なかなか厳しいな、まあ、とりあえず自分の同盟国に関しては ある程度仲がいい状態を、まあ、キープしておきたいので、金を使って、これこそ、金を使って関係の改善を図っておこう。我が同盟国に対しては。関係の改善を。金をこれこそ使って本当に、果たしておかないと。怖いからね。
さあ、こんなところかな。これで、しっかりと、周りのね、国の支持を得ましょう。奴隷解放宣言をしてから、周りの国との軋轢がすごいんで。まあ、今我々が巻き込まれてる戦争はないけど、いきなり音楽が変わったので、ちょっと確認する。何が起きてるんだ、あの反乱軍というか、なんか不老集団みたいなやつはどこに行ったんだろう。いなくなってるけど。そして勝手にこいつがどっかに移動しようとしている。出たー。この忠誠の低いやつにありがちな勝手に行動しますパターン。こいつも私の友人になってもらおうじゃないか。勝手に行動するの本当やめてほしいよ。国境の守りにつかせてたのに、どこに行こうというのだという感じだよ。さあ、権利の利点ですね。何かが起きたけど。保険に関わる。資格が解決する。いや。仲良くなるか。仲良くなっとこう。まあ、親しくなって、とりあえず言うことを聞くレベルに達してもらわないとさ、どこに行こうとしてんのって話だからね。ちょっとまた人物像で確認しとく。忠誠の低い人間がどれくらいいるのか。内乱とか起こされても嫌だからね。賄賂を送って、とにかく地獄内の争いの種を断ち切らねばならない。異国の贈り物を差し上げましょうということで、虎、金100、ナイルワニ、ナイルワニだな。まあでもトランプさんがね、国賓でやってくるって話ですけど、トランプさんが大相撲を観戦するときに、ま、あの、まあ、一番いい席で見ようってなったら、そのお金って当然政府が払うんでしょうから、それで外交費ですよね。同じことだと思うんですよね、今。私がやっていることと、ラジットがやっていることは。何？友人関係を結ぼうとした我が弟がそれを拒否してきやがった。なんか嫌な予感がするね。毎月の圧政が、ちょっと減るっていうのは確かにいいかもね。主要文化の幸福度、これを上げておきましょう。内乱とか戦争系が今一番やりたくないので、まあ、それにつながらない政策を取っていきましょう。まあ、5万を超える軍勢を持っているとはいえ、この5万を超える軍勢をね、自在に使うことか、まあ、残念ながらできないと。自国の本国に戻す術がないんで。これでも本当かな？なんか回路で戻ってきたりできないの？本当に戻ってきてほしいよ。本国に。もうちょっとで最初に作った要塞が
完成しそうですね。南の方の防御が、まあ、ある程度固められそうな、あ、そんな状況になりつつありますね。正直を得たっていう絵と、炎症を得たとか、ジフテリアを得たっていう絵と、全く同じなんだけど、どういうことなんでしょうね。人的資源が388。できればね、人的資源はもう数万単位でしっかり確保しておかないと、まあ、危険極まりないので、なんとか人的資源、人口を増やしていきましょう。まあ、30人ぐらい増えましたけど、始めていこう。さあ、ではね、ちょっと動きがなさそうなので、今回は短めですが、ここまでにさせていただいてですね、次回以降の方針をちょっとしっかり決めて、プレイの方やっていきたいというふうに思います。まあ、エジプト、まあ、国力はある、お金もある、ただ人的資源がもうないという中、まあ、どういう政策が取れるのかっていうところですかね。まあ、特に、まあ、攻め込むとしたらどうなんだろう。このジブラルタル海峡を渡ってヨーロッパ大陸へと進出するっていうのも一つの手だとは思うんですよね。もうこっち側に行くのは危険すぎる。ここはね、まあ、ご覧のように敵国もまあそもそもまあなんていうのかな、大国であるっていうのもあるし、ただでさえこの大国がいろんな国と同盟を結んでいるっていうのもあって、まあ、まともに勝負しても、まあ、勝てないというか厳しいというのが、まあ、前回の戦いで分かったと思うので、ここにね、戦争をこちらから仕掛けていくのはやめましょうと。そうなると、まあ、唯一取れる手段というのが、まあ、西へと広がっていくというところかな。ちなみにここは、まあ、状況としては悪くないよね。外交状況としては。じゃあこれを潰してどうするのっていうのもあるしね。ここはさ、そもそもどういう国？位置づけ的にはどこにも国が入っていない国ってことでいいのかな。さらに今戦争中か。こういったところに介入していくっていうのはありだな。ただそれにしたってここと同盟を結んだりとかしなきゃいけないので、まあ、同盟工作をしていくというのはありだな。まあ、同盟をすんなり結んでくれるのかというのは別ですけどね。同盟の提案をしっかりしていきたいな。あとはそもそも通行できるように取り計らってもらうと。まあ、いずれにしても贈り物でも申請して関係改善をどん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 図っていきましょう。で、さっさとね、精神を果たしていく。まあ、本当はね、ローマまでこう、
攻め上っていきたいところなんですけど、その力がないので、まずは西を固めていくというところからね、次回やっていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。